モテ城は、現在の栃木県羽賀郡モテ町にあった、中世の日本の城である。宇都宮市の氏族であったモテ氏の居城であった。1180年宇都宮シューズナの次男、八田地下は、源の頼朝の放棄に、西の勲功によって、頼朝よりモテ穂のど自等職に部任される。1192年に、地下は三男、地旗に自等職を譲りモテ氏を名乗らせた。 そのモテギ地によって、研究年間に築城される。1556年に、佐竹氏に攻められ、モテ氏はこれに侵入、以後佐竹氏の影響下に入る。1585年には、天谷城の合戦で、北条氏、結城氏らの連合軍によって一度は城を落とされているが、佐竹氏の援軍を得て脱回している。1594年に、佐竹義重の命によって、 茂木氏十六代、茂木晴春吉は、小川城へと移り、茂木氏の支配が終わる。1595年に、佐竹氏に属する、須田晴則が城主となる。1610年に、佐竹氏が秋田に違法となり、代わって、細川京本が茂木に入り、城下に陣屋を設けたため廃城となった。現在の茂城跡は、 城山公園となっていて、車、土塁、空堀が見られる。また、斜面の木々は干ばつされており、良好な形状で保たれている。モテギ城は山城である。ありがとうございます。